はい、グラブルリリンクでグダグダ放置集会やっていこうと思います。これシリーズ化していくんでしょうか。他人くんからリクエストが来ました。どこに行けですか。はい、エクスカリオン行ってきてください。マジかよマジかよ、エクスカリオンの集会マジ地獄なんだよこれ。ちょっとね、あれ虚無じゃなくてもうイラつけすぎて死ぬんだよな。それもう地獄なんだよ。だって俺が行かねえとあいつら行かねえじゃん本当にそうだよ、すぐ戻ってきやがる。しかも異様に硬いし、マジでこのゲームさ、あのな、一応エンドコンテンツとしてさ、最後まで楽しめるように長く楽しめるようにしてあるんだけどさ、家庭が虚無い。あとこれ横山ミッツェルのなんかロボットみたいなデザインしてる、ダサいよねそのロボット。横山ミッツェルの古いアニ漫画みたいだよこれ。いつのだよ、あの鉄人28事業みたいなデザインしてんじゃねえよ。はい、エクスカリオンの調べ、あの砂だるまになった、またもうストレスが半端ないほらもうなんでこんなストレス溜まることばっかりやりたがんのこれ、このゲーム。はい、ごくろ。エクスカリオンもな、砂だるまじゃないんだよな、やっぱり一番興味色は。ちなみにこの人おじさんです、丹下桜の声したおじさんです。丹下桜の声って君どんなイメージがある？イメージあれ君よく聞いてるよ、よくやってるゲームで。ロリンチ、あれはね違う、坂本真也。あれだってネロ。あーネロ、うわ吹き飛ばされました。エクスカリオン恒例の吹き飛ばしという名のイラつき。それが嫌だよ、やれてるそのゲーム。興味が。本当に嫌。マジで。見てくださいね、これ結構ね 3D デザインでねアニメ描いてるからいい感じに見えるんですが、このエクスカリオンだけは興味です。はっきり言って。あ、砂だるまになる。はい、興味。興味。ちなみにこの人、無限のリバイアスっていう作品で、誰だっけ、丹下さくら、すごい清純な役を演じてるので、皆さん見てあげてください。無限のリバイアス、無限のリバイアス。無限のリバイアス、君知らないよね。全然知らんない。いわゆる、少年、少女のジュブナイルものってやつ？ジュブナイルもの。うん。で、まずその誰だっかな、好きだった男の子、こいつが丹下桜のキャラが、うん、姉とエッチしてます。おほ、なんかどっかで聞いたことあるような設定だな。で姉とエッチしてます。で次に、うん、姉以外とはインポです。まさに他人同体何こっから来てんの、あの、いや違うけど、まあ他人同体なんですよ。なるほど。で次なんだっけ、あそうで、その純ヒロイン丹下桜役の女の子が、うんうん、なぜかレイプされます。じゃあ急にだ。うん、あちなみにそのお姉ちゃんとしかエッチできないインポのキャラの中の人、ギルガメッシュの声の人情けない声でうーとかってやりだすわけ。やってんだ。うん、ちなみにギルガメッシュ演じたのはその5年後ぐらいかな確か。あはあはあ、何考えてんだっていうね、ほんと。ちなみに人気なの？そのアニメは。その、無限のリバイアス？うん。あの手のロボットアニメの中だと多分、20本の指には入るよ。結構だね、それは。結構上位の作品だけどね。ファフナーより上だと思う。ファフナーはね、出来が悪すぎたんだよね、テーマ良かったんだけど。
だからロボットアニメで上位5本っつったらまずガンダムでしょ。そうね、ガンダム。他なんかあるかな、ロボットアニメ。コードギアス、あれロボットアニメだ。あれロボットアニメで、そのクラスではないなって感じ、無限のリバイアスは。だってね、ロボットを動かすのにプログラム組んでとか言ってややこしいことするわけよ。うわぁ。で、腕一本動かすのにもプログラム組んでとかいう状態なのよ。何その、そういうクソ設定で、マジでこのエクスカリオンにふさわしい設定。ただ好きな人は好きそうな題材よね、それって。で、漂流教室みたいに宇宙に少年だけは取り残されるっていう。ほう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 。で、それであのいろんな政治形態を模倣したような集団が出来上がっていって、その指導者層たちが。で、最後暴走して終わるっていう。で、最後独裁になるのかな、そのインポテンツが。おもろいそれ。いや、結構面白いよ。で、あの作品が一番象徴的だったのが、やっぱデザインが良かったのと、話題性があったよね、一話一話。常に何か起こってたから。じゃあ、純ヒロインが急にレイプされたらどうだろう。それはね、終盤。盛り上がった後、だいぶ。盛り上がった後に最後の盛り上がりみたいな感じでレイプされた。だから、それ自体はついてなんだよね、かなり。あ、そうなんだ。うん。なかなかでかいイベントなのに。ついで。で、丹下桜役の女の子が、ヒロインの女の子に、何だったかな。すべて持ってるあんたなんかに私の気持ちなんかわかるかとか言って、怒鳴り出して。カードキャプチャー桜のヒロインやらせた声優にこれ言わすんだ、みたいな。はい。それは何が悪いんだろうな。わかる、カードキャプチャーさくらって男の子版プリキュアみたいなもんだからね。よくやるよっていう。まあそんな感じでね、無限のリバイアスが。で、この丹下さくらが出てる作品、俺はこの2つ以外よく知らんので、あとはもう FGO 経由でしか知りません。うわー。ということで、この丹下さくらね、今50歳ぐらいなのかな、確か。わ、言っとるな、年。50歳でこの声出すからね。言うてね、あの FGO 系の作品あるじゃん、あと他にも何だっけ。物語、うん、お前、舐めとったらあかんよ、あの辺の声優。でも物語シリーズもあるじゃん、めちゃくちゃ古いやつだけさ。いやいや、もうね、物語シリーズに起用された段階で結構いいお年だったんだって。だって20年くらい前のやつで30代でしょ、もう50代でしょ。そうそうそう、30前後で物語シリーズを起用だから。例えばあの羽川さんいるじゃん、うん、羽川さんの中の人もう50手前よ。あの中で若いって言ったら誰だろう。あの中で若いって言ったら、あ、あれだ、八九時迷い。ああ、はい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 。あれがね、大体30代後半。加藤エミリってことはあれか、20代くらい。結構年だよね。もうみんな40代、50代。だから加齢臭がどうのこうのいう段階じゃない。もう腐ってる。腐ってんだ。うん、あの誰だっけ、みそののお姉さんに言わせたら、倖田來未に言わせたら。うわお、うわー、声優話が。かといってこのメンツ以外だと戦いになんねえからな。ちなみにさ、俺らがよく使ってるシェリだっけ、シュリだっけ。フェリーだね。フェリー、それの中の人ってどういう立ち位置か知ってる？声優の中だと。俺らがよくやってるゲームのあるキャラクターやってんだけど。声聞いたことないから分かんない。分かんないでしょ。オルガマリ。FGO。あ、社長？
所長、所長。所長なんか。はあ、はあははあ。で、俺アリが知らない。それ何？有名じゃない？それとも興味ないだけ？わかんない。わかんない。というのも俺魔王が出てる作品もほぼ見ないからわかんないってレベル。ああ。うん。だから魔王の声って、うん、なんだっけ、定義できない声ってよく言われるんだけど、イメージができない声とか、俺が知らないだけかもしれない。はあ。エクスカリオン倒しました。虚無かったです。お、集中砲火が4、2枚出た。ラッキー。ただエクスカリオンのなんとかが出てないんだけど。ちょっと、俺のカリオストロタンが。しかもエクスカリオンのさ、あれが必要ないよ。鎮守のなんとなみたいな。リキロが、そうそう。それいるんだよね。あれがないと武器作れんけ。そう。困るんだよな。できたかな？出たかな？出てね。うわぁ、今日も。じゃあもう一回巡りますか。では。